はい、日経平均株価は、まあ、今年になって猛烈な上昇をしまして、まあ、先週の火曜日ですね、1月23日には、ざらば高値36,984円51銭と、もうあと15円ちょっとで、まあ、37,000円というところまで、まあ、上昇した後はですね、その後は、まあ、ちょっと下落に転じまして、先週末36,000円を割れて、35,751 円で、まあ、終わりました。しかしながら、なんとですね、今日また日経平均275円上昇して、終値で1日にしてまた36,000台を回復して終わるという、非常に粘り強いですね、動きになりました。しかも今日はですね、トピックス33業種のうち、33業種すべての業種が、まあ、値上がりをするというですね、まあ、275円高といって日経平均としてはそれほど大きな値上がりではないものの、まあ、トピックスは 1.27% の値上がりになり、33業種が全部値上がりすると、まあ、こういう状況になりました。まあ、実際先週の、日本時間で木曜日の朝にですね、まあ、インテルの決算が発表になって、インテルの来期の、まあ、売上見通しが市場予想に達しなかったということで、インテルが、まあ、時間外で大幅安をし、そして実際に金曜日の米国市場ではインテルが急落してですね、ソックス指数も大きく、まあ、下落をしたわけですね。先週の金曜日ソックス指数は 2.91% 下落をして、まあ、アメリカの半導体関連株も NVIDIA やその辺の株もですね、まあ、下落をしたので、当然まあ今日の日経平均は厳しいんじゃないかという見通しが、まあ、あったわけですが、一方で先週末のニューヨーク市場のにおけに先週末のアメリカ市場においてですね、日経平均の先物が割としっかりしていたのが、まあ、ちょっと意外な感じがしていたのですが、まあ、そういう意味で今日どういった動きをするのかと思って見ていますと、今日の日経平均株価ですね、まあ、もちろんトピックスの方が最初は強くて、日経平均は午前中は伸び悩んではいたんですけれども、だんだんと強くなり、結果としてですね、日本の半導体関連株も、まあ、高安まちまちではあったんですけれども、先週の末にソックス指数が 2.9% 下がったっていうイメージは全くない、まあ、非常にですね、強い動きになっていました。まあ、今年になって特に月曜日はもう毎日毎回高いという感じで来てるんですけれども、今日も、まあ、その例外ではなくてですね、トピックスコア30の大型銘柄を中心に、買いが広がり、そして裾野が広がって、中型小型に広がり、まあ、8割を超す銘柄がですね、まあ、今日は上昇するということで、まあ、33業種全てが上昇したと、まあ、言ったことになりました。まあ、NISA が今年から新 NISA がスタートして、まあ、日本の株式市場に新たなですね、お金が入ってくる、まあ、そういう期待感はあるにしてもですね、それにしてもこの強さというのはですね、日本株の強さというのは海外の投資家から見てもですね、まあ、日本株の強さ、群を抜く強さ、これをですね、まあ、が、まあ、光っているというところになります。ただし外部環境を見てみますと、まあ、アメリカもですね、今アメリカの政治っていうのはご存知のように、まあ、テキサス州で、まあ、もうテキサス州が独立するかもしれないぐらいのですね、まあ、移民問題に端を発して、テキサス州の、まあ、軍とですね、アメリカの連邦政府の軍との睨み合いですとか、あるいは、まあ、トランプ前大統領の復帰を睨んだそれに対するですね、まあ、警戒感ですとか、まあ、いろいろ出ていますし、もう日本はもうまさに今自民党がもう例の政治資金パーティーの裏金問題でですね、自民党はもうその支持率が極めて落ちてしまっていてですね、岸田内閣も事実上もう本当に風前の灯火のような状態になっていて、まあ、政治を取り巻く環境は日米ともに極めて厳しくなっているんですね。
まあ、それはドイツも、まあ、ショルツ首相の、まあ、経済運営もさることながら支持率もガタガタですし、まあ、そんなに、外部環境としてですね、株式市場が、まあ、喜びそうな状況っていうのがあんまりない、そういう中でのですね、この日米の株高、まあ、ある意味、意外なくらいのですね、株高が、まあ、続いているということが言えるんだろうと思います。まあ、そんな中でですね、今年になってから日本の投資家がNISA の成長投資枠でですね、JT を中心とした高配当の銘柄をですね、まあ、買っているというのが話題になっています。JT が利回り 4%、まあ、5% 弱 4.97%、まあ、三菱 UFJ が 3%、 NTT が 2.7% と、まあ、こういった形で JT、 三菱 UFJ、 NTT、 三菱商事、トヨタ、武田、三井住友フィナンシャルグループ、日本製鉄、アステラス製薬、こういった信越化学とかですね、こういった大型株で安定感がある株で、まあ、配当の、まあが、まあ、配当が下がる心配があまりなさそうな銘柄で、業績が安定している銘柄にですね、NISA の成長投資枠を使った買いが断続的に入っている、そういったものもですね、日本株の下支えになっているようです。まあ、本来ですね、成長投資枠という名前からするとですね、成長して大きく上昇しそうな株をですね、成長投資枠年間240万の枠で買って、それをですね、思いっきりですね、まあ、上昇したところをですね、非課税枠を取って、まあ、やっていこうと、そういうイメージが本来、まあ、NISA の成長投資枠という言葉の中にはあると思うんですけれども、まあ、さすがそこは日本人ですね。成長するのもいいんだけれど、少なくとも、まあ、5% 近い、あるいは 4% 近い、あるいは 3% を超えるこの配当を、まあ、非課税でしっかりと NISA 枠で、課税されずに、まあ、取っていこうっていう方向に、まあ、舵を切ってる人たちが非常に多いというのはですね、まあ、まさに日本人なんだなと、日本人らしいなという感じがしますが、まあ、いずれにしてもどういった形であろうと、まあ、日本株にですね、この成長投資枠の方は日本株の生株にお金が現実に入ってきているということはですね、まあ、大いに期待できるところだと思います。まあ、一方で、まあ、NISA の、まあ、積み立て投資枠の方はですね、まあ、これ年間120万なんですけれど、こちらの方はですね、まあ、やはり世界株式オールカントリーですね、ですとか、まあ、S&P500 種、まあ、つまり海外株式を、まあ、買っている人たちがやはり予想通り多いようです。まあ、もちろんそれはそれで、悪いことでもないし、素晴らしいことでありますけれども、まあ、やはり、そういう中に、日本のですね、まあ、指数トピックスですとか日経平均ですとか、そういったまあ、日本のまあ ETF だとか、そういったものにまあ投資をする人たちがですね、さらに増えてくるような、まあそういう状況になればですね、ますます日本株のまあ厚みが増してですね、今後の日本株の上昇に弾みがつくのではないかという期待感もありますが、現に1月からのこの上昇でもってですね、まだNISAを始めてない、何を買おうかと迷っている人たちの中に、やっぱり日本株をど真ん中に据えていこうというふうに考える人がですね、日本株のパフォーマンスがだんだん上がってくることによって、そういう考え方を持つ人が増えてきたとしてもですね、まあ不思議ではないのではないかというふうに、まあ、考えています。まあ今日はですね、やっぱりトヨタがまた大きく値を上げたんですけれども、2時半ごろに、まあ、トヨタ自動織機でエンジンの不正が発覚したということで、トヨタもそれを採用している車の10車種ぐらいの出荷を止めるっていうようなニュースが流れたりしていたんですけれども、それでもトヨタは最後まで、まあ、強い動きをしました。
まあ、トヨタ自動食器の方は 4% ほど下げたようですが、この影響が明日以降どういうふうに出ていくのか、まあ、しっかり見極めていきたいと思いますけれども、まあ、基本的にはトヨタの株価には大きな影響は与えそうにないのかなという気がしております。で、まあ、トヨタについて言うとですね、まあ、トヨタが、まあ、2.2% ちょっと、まあ、今配当利回りあるわけですけれども、まあ、これが配当利回りランキングでNISAで買われる第5位の人気株になっているわけですけれども、実は人気株の中でだいたい 3% 以上あるいは 4% 以上の配当利回りある銘柄がほとんど買われている中で、トヨタは 2.13 ということで、この上位 10銘柄の中で配当は最も少ないんですけれども、それでもまあ人気第5位に選ばれている。まあ、ここはねやっぱり今後のですねトヨタ株が、まあ、配当は他の、まあ、配当利回りの高い株に負けていたとしても、値上がりでもってですね大きく、まあ、トヨタの時価総額がここから、まあ、今47、8兆円というところからですね、これが、まあ、100兆円になっていくっていう夢をですね描けるとするならば、まあ、トヨタをですね、ここで成長投資枠で買っていこうという人たちがいたとしても、まあ、何にも不思議ではないし、まあ、日本のを代表する基幹産業である自動車産業の代表選手であるトヨタがですね EV の世界でも今まで遅れていたと言われていたけれども、この EV の世界でもトップランナーにこれからなりうる、全固体電池のような戦略的な電池でもってですね今後こちらでも伸び、そしてハイブリッドでもって世界をですね席巻していく、そういったイメージを持つならば、まあ、そういうふうに投資していく人たちがいたとしてもですね、何にも不思議がないと思いますね。皆様、今年になって新NISAでいろいろと、まあ、どういう投資をしたらいいのか、いろいろ悩んでらっしゃる方も多いと思いますけれども、私が所属しております KIS 公式版、オンラインによる投資のサロンですが、こちらではですねそのような皆様のお悩みにしっかりと答えていくような、そういったコンテンツも用意して皆様のがに来ていただくことをですね、まあ、心よりお待ちしております。ぜひですね概要欄から入っていただきまして、KIS へのご参加もご検討いただければ嬉しく思います。動画の最後に失礼いたします。私竹下明則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版では、ただいま新規入会大キャンペーンを行っております。自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい、長期的には僕の資産も築いてみたい、毎日の利益も積み上げたい、そんな投資初心者がお役に立つ情報を毎日配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。